君の脳に直接触摸するの宮です。こんにちは、こんばんは。コーヒートークやっていきましょう。さて今日はどなたがいらっしゃるんでしょうか。すいません、まだ開店前でして。あ、ニールさん今日は早いね。あ、ニールさんって普通に僕の口から出た感じです。読むというか、何か手伝えることはあるかな。あなたにできることが確実にあります。何ですか。何だい。ここで働かせてもらえますか。お、バイト募集はしてないんだよな。なんだって。我々をここで雇ってもらえますか。なぜ。この店を最初に訪れて以来、貴重なことを学んできました。それはいいことだ。地球ではコミュニケーションがとても重要です。そうですね。そして地球人のコミュニケーションは極めて複雑です。そうですね。口頭と非口頭のコミュニケーションを組み合わせる必要性には頭がぶっ飛んでしまいました。ああ、なるほど。けど最初に比べたら君のコミュニケーション能力はだいぶ進歩したと思うよ。確かに、だいぶまともになってきた。確かに。しかし十分ではありません。地球人に関する大きな教訓のいくつかはこの店で学びました。そこで考えたのです。今は後輩相手を探すよりも地球人と適切に意思を交わせる方法を学ぶべきだと。おー、すごい向上心のある。そいつは賢明な戦略だ。そこでここで働かせてはもらえないかと。お客さんと話がしたいから。正しいです。ふむ、どうしたもんかな。けどニール、地球で仕事に就くときは普通決まった手順を踏んでいくものだ。お、ちゃんと教えてあげるんだ。おー、悪いがちょいと考えさせてくれ。明日また知らせよう。お、採用通知かな。おー、そんな勝手を言ってすみませんが、今日でないといけない。おー、だいぶ勝手だな。どうしてだい。明日にはシアトルを立つからです。今日だけ働きたいって話。ふむ、そうか。まあ、今日だけならいいんじゃないの。そういうもんでもないかな。わかった、ありがとう。けど一つ条件が、飲み物を作るのはなしだ。確かに、そっちは僕がやる。飲み物ができたら君がお客さんにサーブしてくれ。サーブってわかる意味。まあ、了解です。テニスのサーブじゃないんだよ。まあ、語源は一緒だろうけど。もう一つ気をつけてほしいことが。何でしょう。お客さんとの距離だ。確かに、ナンパしちゃダメだよ。中にはゆっくり過ごしたいだけの方もいる。何か飲んだり仕事をしたり本を読んだりするためにうちの店やってくるんだ。そういったお客さんは放っておく方がいい。けど彼らが話したい気分の時はいつでも相手になってあげてほしい。お客様が一人になりたい時と構ってほしい時とどうやって見分ければ。まあ雰囲気としか言いようがないよね。そいつは簡単じゃないが、仕草から見分けられると思う。身振り手振りで。そうだ、我々にはとても難しいです。結構ね、客商売やってないと分かんないんじゃない、その辺だろうね。けど心配ない。僕が君にいつ話すべきか、いつ黙るべきか、合図を送ろう。優しい。助かります。それはすごく必要なことです。さてと、注意点はそのくらいだ。そのくらいなの。特別な制服を着用する必要は。大丈夫だ、ただエプロンを貸し出そう。君のスーツが汚れないように。優しい。それと店の人だってわかるように。確かに、今でも十分目立っているが、エプロンをつけたらもっと店員っぽく見える。それってとても地球人っぽいです。うん、よし、それじゃ準備はいいかな。はい、よし、なら店を開けるよ。緊張するじゃん。そんな、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おー、びっくりしてる。わわわ、何これ、一体どうなってんの。こんばんは、フレイヤさん。ちょっとミア、これって一体どういうわけ。新しいバイトだ。ああ、うん、今夜はニールに働いてもらってる。私って騒ぎを呼び込む体質だとは思ってたけど、まさかこの店が宇宙人の地球の侵略の拠点になるなんて。あ、そういうわけじゃ。いや、そういうわけかもしれないよ。ニールはただ手伝ってるだけだ。人手が足りない様子はなかったけど、いくつかははっきりさせときます、フレイヤさん。第一に、我々の任務は地球の制服ではありません。というか、その反対です。第二に、この状況から判断して手伝ってもらっているのは我々の方です。持ちつ持たれつ、この店ではなく、この店で多くを学んだ今、我々は一つの結論に至ったのです。
新たな後輩任務に着手する前に地球人のコミュニケーション方法をもっと学んでおこうと、それにはこの店が最適だと判断したのです。で、あなたはそれに同意したの？一つ条件つけてね。飲み物は僕が作る。ニールはそれをお客さんに出してコミュニケーションするだけだ。公平な取引ね。で、店的にはどうなの？ん？あなたはニールを助けてあげてる。その見返りは何？言われてみれば、我々から何か欲しいものがあれば、なんか宇宙の面白い話とか遠慮なくおっしゃってください。その必要はないよ。ならさ、私の次回のコラムにしちゃう？あなたの働きぶりを記事にしてあげる。フレイヤ、今も書かせてもらえればですけど。どうかしたのかい？チーフにバレちゃった。ついにバレちゃったんだ。なんと。それで、昨日は店に来なかった？そう。どうしてバレたんだい？お偉いさんとの運命の出会いは覚えてる？エレベーターでやったやつ。エレベーターの中で。そう。あれがチーフの身に起きちゃって。ああ。二人がエレベーターで鉢合わせして、お偉いさんが私と会ったことを話したわけ。あらら。私はチーフに呼び出され、そこからは全てが真っ逆さま。チーフはすぐ気づいたみたい。それで最近私のコラムがいまいちなんだって。ああ、なるほど、いまいちだったんだ。本業をおろそかにしちゃダメだよね。もちろんチーフは激怒した。あら、そいつは残念だ。今後はどうすんだい？とりあえず小説を書くかな。そんなことがあっても、とりあえず完成はさせたい感じはあるよね。で、本が売れるように祈る気はない。もし売れなかったら、どうしたもんかね。楽観的ですね。詳しい事情は分かりませんが、フレイヤさん、あなたから深い悲しみと苛立ちが伝わってきます。苛立ってる感じはない気がするけど、まあ、ニールから見たらそうなんでしょう。温かいお飲み物でもいかがでしょう。最高の接客では、店のおごりで。そういうのはね、バイトがやるもんじゃねえんだ。ほえ？なことしていいの？代金は我々が払いましょう。おお。いや、いいんだ、店のおごりだよ。優しい。今のは気が利いていたね、ニール。もう結構上級のことできてるよね、すでにニール。勉強してるんだね。我々の感覚ではああするのが最善かと。まさに。それで何をお飲みになりますか、フレイヤさん。あなたのお気に入りの一杯を。我々のお気に入り？お任せってやつ。あなたの判断を信じるよ。出た出た。あ、これニールがやってんの？でも、フレイヤといえばコーヒーコーヒーコーヒーのトリプルエスプレッソじゃないの？まあ、まあね。結局そういうのに逃げる感じ。それが俺だ。はい、どうお待ちどうさま。当店のオーナーによる特製の一杯です。そういうのも模倣してくんな。つか他に入れる人いないし。あ、そうだ、ニールが作るんじゃなくてミアが作るんだった。本当にありがとう。この店ってなんで温かい飲み物しか出さないんだろうってずっと不思議だったけど、今日はその理由が分かったかも。小説はどこまで書いたんだい？もう何日かで初稿が仕上がりそう。もはや他の締め切りに追われることもないし。まあ、あとこの血の中にちょいとコーヒーと創造性を注入されるだけで十分かな。それならカフェインを注入せずともなんとかなりそうだ。すみません、フレイヤさん、我々は地球上のあらゆる種族の肉体を徹底的に研究しました。その結果、あなたの血液にコーヒーを注入することはお勧めできません。まあね、比喩なんでね。ごめんね、ニール。今はちょっとそういった会話の気分じゃなくて。ですが、ニール、フレイヤーは何も本気でコーヒーを体に注入したいってわけじゃない。おお、ならよかったです。あ、ちゃんと理解してくれる。例えっていうの、ニール。ああ、聞いたことがあります。地球人の言語を理解するのは本当に難しいです。わかる、いつだって難しいさ。言葉は変わり続けるからね。確かに。了解しました。せめてこの店では地球人のコミュニケーションの基礎を学ぶことができれば。フレイヤさん、一つ聞いても？どうぞ。執筆のペースは？ま、早くはないかな。ですが、数値的には。そんな具体的な話をしてもね。数値的？1日何単語ほど書くものなのです？
特に決めてないかな。けど1日書いたら3前後から5前後ぐらいは書けるはず。それってどうなんだろう、早いのか遅いのか分かんないけど、やっぱすごいんだね。そりゃすごい。書くだけならね。その後遂行しないといけない。で、大抵は半分くらいの量になっちゃう。減っちゃうんだ。我々の調査によれば、あなたが書いているような作品における標準的な単語数は5万から10万ワードぐらいです。そんなもんかな。けどこの原稿はそんなにたくさん書く必要はないの。それは喜ばしい情報です。どのくらい書く必要があるのですが、ですか1万5000ワードくらいかな。普通の半分10分の1とか。売り込み用の原稿にしちゃ対策だ。ま、天下の GRA メディアだし、出版最大手だもん。あくまでも単語数で考えれば、ノルマの達成は良いと思われます。ははは、客観すぎない。だとすぎない。だといいけど。執筆ってのはただ文字を書けばいいって話じゃないの、ニール。単語数以外のことが必要になってくる。ね。ただ、多いだけで、ね、つまんない文とか本当につまんないだけだもんね。たくさん書ける能力でしか作家が評価されないとしたら、詩とか短編とかは生まれなくなっちゃう。理解するのがとても難しいです。しかし芸術は理解しがたいものだと以前に学びましたちょっと大雑把すぎるかな。地球人にとってもまあわかるよ。合ってる。地球人は理解しがたいものへの愛着が強いようです。言語に芸術に、それも合ってる。けど書くことに関してあなたはそんなにずれてもいないよ。単語数ってのは作品を客観的に評価する材料の一つだし、一番重要ってわけじゃないけど大切な要素には変わりない。では依然有効なパラメータであると間違いなくね。いけてます。あははは、それってあなたっぽくないよニール。本気で地球のことを学んできてるのかもね。だいぶ成長してるよね。なんか嬉しいよね。お、誰か新しい人来た。あ、別のお客様が。